前回大会準優勝の報徳学園がベスト8に挑む。114人の大所帯を率いるのがキャプテンの菊川優。彼の年齢実は19歳。歩んできた人生は平坦ではなかった。大会前、報徳学園のグラウンド。コミュニケーション意識して横としっかりリアクションしてしっかり練習しよう。菊川優、チームの精神的支柱。僕たちのほんまに心臓みたいな感じなんで、本当にあいついなかったらやっぱりここまで強くもなれてないですし、チーム全体引っ張ってくれて頼りになれるキャプテンなんで、自分が気持ち的に落ちてしまったらやっぱ全員に影響するし、いい風にも悪い風にも影響してしまうと思うので、チームが一つの方に向かっていけるように頑張っている感じですか。常に冷静なキャプテンだが、グラウンドを離れると、甘いの好きなんです。いや、そういうわけじゃないですね。甘いぞってからな。かわいい、かわいい、母が用意してくれた。チームメイトからいじられる愛されキャラ。そんな彼は同学年より一つ年上の19歳。ラグビーで茨城の中学校に入学した菊川、卒業後はニュージーランドへラグビー留学が決まっていた。しかし渡航前、コロナ禍でニュージーランドがロックダウン、留学を断念。1年間の浪人生活を送ることとなった。今まではその仲間とラグビーできるのが当たり前だったんですけど、そういう環境が一瞬にしてなくなってしまったので、一人で公園で行ったりしてたんですけど、そういうのがとても辛かったです。それでも1年間くじけることなく一人でラグビーに向き合い続けた。浪人生活を経て地元関西の報徳学園へ。そこで出会ったのが今の仲間たち。仲間とラグビーができる大切さっていうか、ありがたみを、そういう経験したからこそ人より感じれてるかなと思います。宝物だと思います。自分自身キャプテンしたことなかったんで、これまで辛い時に一人で背負ってしまう時もあるんですけど、周りの3年生含めてチームメイトが支えてくれたので感謝します。一戦一戦全力を出して大会中に成長していける大会にして、最終的に日本一になりたいと思います。雨が降り始めた花園、注目のシード校対決。前半13分、報徳学園フルバックの太田、一人余っている。太田が行った、間を抜いた、トライ、先制トライは報徳学園。幸先よく先制し、キッカーは菊川。強風が吹き荒れる中、冷静に決める。それでも相手は花園優勝6回を誇る名門。間を抜くか、どうだ、止めるか、トライ。グランディング OK。 同点で前半を折り返す。後半、報徳学園が3点を勝ち越すが、間抜けた、逆転、坂井優陽、東海大大阪仰星の猛攻を止められない。それでも後半22分、パスをつなげられるか、飛ばします、つながった、14番ウィングの長谷川、トライ。土壇場のトライで2点差。キックを決めれば同点。蹴るのはキャプテン。あと一つ届かなかった。19歳のキャプテンが挑んだ花園はここで終わりを告げた。
自分が今まで練習してきたのが全部だと思って、よし最後ここまで来れたのも僕一人じゃ、これみんなのおかげなんで、みんなに感謝したいです後輩たちはしっかりいっぱいあるんで、僕たちを超えて優勝目指してもらってほしいと思います。覚えた、はい、景色悔しさ覚えた、よしそれがあれば大丈夫、去年あって堂々と挨拶してますか、はい、じゃあ行こう、もう優勝するしかないここまで来たらいいね、来年中が次頃また優勝するぞ、来年の東マジで優勝するぞ、まだあんた2年もあんねんで、ベランダ国体もあんねんで、大変もなった、どうしような、これでさ自分の目標もうベスト16って言えへんくなったな、うちらベスト16、ベスト8だよね、頑張れよ、頑張ります。